さて始まりました、もてチャンネルです。さあ、まあ2日前に挙げました英検のね、新しい級が増えるっていうものなんですけど、まあ、プレスリリースが出るということで喋りましたが、現状プレスリリースが出ておりません。2日まさか経っても出ないなんて、おーびっくりです。もしかしたらこの動画がね、出てる時にはプレスリリースが出ているかもしれません。しかし、まあこの動画が出る前日に撮っておりますので、この動画まあちょっとわかんない状況です。正直ね、新しく英検2級と準2級の間に級が増えるということでですね、まあもう TikTok とかではもうこの動画がまあ十何万再生されているんですけど、本当ですかみたいなねコメント来てたんですけど、ね、それ公式の情報ですかみたいなの来てて、で自分自身はもうプレスリリースが出た後にあの動画出るはずだったので、なんで、まあ、僕もびっくりしてると。プレスリリース出なかった、出るって言ってたのに。で、まあなぜこうなったのか、まあ予想がつく方もいらっしゃると思うんですけども、まあ英検の関係者の方からですね聞きまして、まあやっぱこの業界狭いので、英語業界って言ったらまあ繋がってるんでね、周りまあいろんなことね知ってるわけですよ。だから僕がねティープとかね受けに行ったら、あ来たあいつみたいなね感じでね、英検の人たちもスタッフとかざわざわざわってなったりするんですけど、まあそれぐらいですね繋がってるんですよ。というかまあ知られているわけなんですけど、結論から言うと先に情報が漏れてしまったからということらしいです。はい、先に英検のその級が増えるっていうのが出てしまったので、プレスリリースを出せなくなったというものでした。で本当にプレスリリースを出す予定だったそうです。だから僕のあの動画が出てる時にはもう公式のちゃんと発表がなされているはずだったそうです。はい、この級が増えるっていう話を英検側がしたことは、まあ、その60周年記念のねイベントで、で300人以上いたわけですから、でスタッフも入れたらもっともっといるわけなんで、だから僕が言ってるのは嘘ではないです。そこに実際いた島津さんからもね話聞いて喋っているので嘘ではありません。本当にそういうふうに発表しましたし、証人はいっぱいいるわけですよ。証人はたくさんいるわけですし、でその次の日に発表しますよ、まあ、つまり僕のあの動画が出てるあの日にプレスリリースで発表しますっていうのも言ってたので、なんで間違ってはいないんです。はい、間違ってはいないんですけども、まあ、先に情報が出てしまったのでプレスリリースをやめたそうです。はい、なので今後出るかどうかはわからないという感じです。まあ今の段階ですね、僕はその話を聞いた段階ではまだわからないということだったので、出るかもしれないし出ないかもしれないし、まあこの話が白紙になるとかっていうことになったら、もうただただ私嘘を発信した人みたいになっちゃうんですけど、そうではありませんと。嘘ではなくて、ちゃんと公式に多くの人たちの前で、もうたくさん人がいる前で発表されたことですので、だから誰かね、まあその英語業界で英検に関わる方とかね、有名な先生たちに聞けば、ああはいはい言ってましたよってなりますので、はい、なので適当に言ったことではありませんので本当のことです。だからプレスリリースが出るはずだったんですよ、あれは。本当に、ね、まるでちょっと先走ったみたいになっちゃいましたけど、そういうことです。はい、嘘じゃねえか、プレスリリース出てねえじゃねえかっていうね、はい、お声、はい、すいませんでした。どうも中止になったらしいですので、プレスリリースはもしかしたら今日出てるかもしれないし、来週出るのかもしれないし、まあこの動画が出るというか、僕はその話を聞いた時はまだ決まっていないと、出すか出さないかに関しては決まっていないということなんで、はい、わかりませんということでした。まあ障害教育に関してはね、もうプレスリリースが9月20日の時点で、はい、多少出ていたと思いますので、はい、大研というのがね、この障害教育で英語教育に関してすごくまあ関心を持ってるというか重視してるっていう、まあその創設者の思いを組んでっていうのは、はい、それは本当です。そちらも、はい、見ていただければ。まあ、ということで、プレスリリース出るって言ったけど、出なかったっていうことに関して、はい、すいませんでしたと。ただ、嘘ではありませんので、はい、本当に、まあ、その何百人かの前では発表されたことですので、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。そうですね、ちょっと緊急な動画になってしまいまして、すいません。